そうか。なら、ついてきてくれ。どうしてタクシーなんですか？どこに耳があるか分かったもんじゃない。車の中が一番安全だ。どういう意味ですか？ひょっとして内通者がいるということですか？ああ、私は俺がこの町にいるということも、あの日大吾を乗せた後何をしていたかまで全て知っていた。何ですって？渡瀬の情報源は？大吾の秘書、本部長の青山だ。青山組長か？青山は渡瀬の大門違いの兄弟。特に交友があったというわけでもないようだが、俺が福岡にいるという情報を渡瀬に流し、福岡に呼び込んだのは間違いないようだ。どうしてそんなこと？わからない。ただ青山は大吾が行方不明になる前から俺のことを密かにマークしていたということだけは確かだ。狙いは山笠組への牽制か？その可能性はある。青山が近江の渡瀬が俺に強い興味を持っているということを知っていたならな。どういうことです？渡瀬の性格からしてすぐに行動に出ると踏んだ青山は、渡瀬組をうまく福岡に呼び入れたってわけだ。つまり今この状況で渡瀬組を福岡に乗り込ませれば、事情を知らない山笠組は東条会との杯を近江が妨害しに来たものだと考える。近江との戦争する危険性が高まった山笠組は焦り、東条会との杯に踏み切る。つまり渡瀬組の福岡入りは杯交渉のために青山組長が仕掛けた策ということですか？だが一つ引っかかる。何がですか？大吾はこの青山の策を知っていたんだろうか？え？どうなんでしょう？何か思い当たる節でも？俺がこの車に大吾を乗せた時、あいつは命を懸けて交渉に臨む決意をにじませていた。そんな覚悟を持った大吾が交渉のためとはいえ、あえて危険な渡瀬組を近づけるような作戦に出ただろうか。俺の勘が正しければ大吾の失踪、裏で絵を描いているのは、まさか青山組長が？青山は今どこに？それが。どうした？青山組長は会長代行として斑目組長との杯交渉に向かっています。何だと？場所は？長洲街の北、山笠組本部です。